賞、実際に存在するレーシングゲームのコースをガチで走ったらゲームのタイムは縮まるの。どうなんですかねこれ。いや気になるよな。ところが、今日森田さんは？森田さん、今日スケジュール NG でしたので。何です、偉そうな。ちょっとパネルを用意していただきました。ちょっとこれ後で引きましょうよ、車でこれ。これ引いてやりましょう、これ。スピードいっぱい。当たり強くないですか、森田さんに。よし、では、やらせていただきますね。ちょっと手抜かず普通にやりますね、真剣に。そりゃそうですよ。そうですよ、これタイム比べるので。そうですね、いきます。はい、いきます。3、2、1、スタート。いくぞ。頑張れ。あ、一緒だ、本当に一緒だ。本当だ、ここだ。ほっ、はい、うまい。いいですね。オッケーオッケーオッケー。初めにしてうまいね。やだー、ダメだ。ちょっと取り返します。長っ。いや、今のタイムロスがでかいな。そうだね。いや、でもいけるいける。おい、ほっ。いや、うまいわ。あいって、お、どうだろう、コーナーついたね今。うん、でも良かったです。もうゴールかな、そろそろ。結構長いね。ゴール。タイムは52秒799です。間違いなく、大した記録ではない気がします。いや、でもさ、ちょっと これがあまりにもいいと、実際走ってる時にそれに勝たなくちゃいけないんだ。あ、そうですよね。そうだよね。続いては、今ゲームで走行した軍祭コースを実際の車で走ってみましょう。おー、すごい。いいですね。じゃあ早速。いい企画だこれは。運転やってくださいよ。やっていいですか。今回ですね、スペシャルゲストをお呼びしてましたよ。こちらの方です。どうぞ。来ました。来た来た来た。こんにちは、土屋圭司さんですよ。すげー。来てます。いや、あれですよね。あれあれ、あの有名な車の豆腐屋の豆腐屋、豆腐屋イニシャル D。 そうそう、そうです。イニシャル D の、まあね、ドリフトキングの、ね、意味を持つ伝説のドライバーですよ。はい、はい、このザ東京は土屋さんが監修してるんですよね、このそうです、そうです。はい、わ、すごい。この軍祭はどうですか、ここは。ここだから世界中で、こう有名なんですよ、ここ、実際にここ走ってからやると絶対タイムは縮まる。あ、やっぱコースの感覚をつかむとかフィーリングが分かるから。それでかいですね。バッチリ。確かに分からず走ってたんで今僕。そうそうそう。じゃあまずはですね、今日はですね、土屋さんが運転をしてくれるので、はい、初めちょっとね、社長、助手席で、はい、ちょっとね、土屋さんは今日ね、荒れてますから多分ね。荒れてるんだ、大丈夫か。多分荒れてると思うんで。なんで荒れてるんだ。いや、わかんないけど。まあね、ちょっと一流のね、ちょっとドライブテクニック見せてもらいましょうよ。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、光栄です。僕が運転するわけじゃないんだ。一周目はこう軽くコース見で。あ、ありがとうございます。二周目ほぼ全開で。ほぼ全開。いいなぁ。これ怖。一周目軽く流すけど、テリーさんは。いや僕はいいです。テリーさん乗りましょうよ。いや、僕は本当に乗りたいですよね。これちょっとね、やっぱこれ二人用になっちゃってるんで残念ですけど。そんな飛ばさない。いやいや、いいです。いや、やめやめして。よします。もうちょっとシートベルトないんでね、怒られちゃうんで。じゃあ、はじめ社長。はい。土屋さんはね、適当な男ですから気をつけてください、この男。何が適当なの、ちょっと。でも本当初なんで、そのレーシング。まずじゃあれですね、1周目はちょっとあれですね、1周目はもうコース見で、コースがこんな感じですよ。はい、行ってきます。お邪魔します。うわ、低い低い低い。よいしょ。うわ、いよいよ1周目だからコースの下見。あ、ありがとうございます。ね、はい、最初は下見ですもんね。そう、1周目下見、2周目ほぼはじめ社長が52秒を切るぐらいの
ちょっと勢いでいきます。確かに体感を覚えたいですね、コースの。そうだよね、ありがたいです。さあちょっとじゃあよろしくお願いします。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。はい、あー大丈夫、大丈夫ですよね。下見下見、雪解け水が結構やばい。あ、でも滑ったりするんです。滑る滑る、つるっとくる。もうなんか思ってるよ。あーすごい、うわー待ってください。ちょっとこれ下見だからね。そうですよね。この細い道をこの速度で、いやこれ下見、下見、全然下見。これ下見ですか。どうどうどう、これ全然下見。結構道がやばいですね。道が細い。濡れてるところがやばい。濡れてるところはもっとやばい。すごい。え、ね、86乗ってたじゃん。86乗ってましたけど、じゃあ多分オートマです。あ、オートマ。オートマで乗ってました。うわー、あー、すごい。濡れてるところがやばい。すごい。ちょっとはい、やばい、これやばい、
土屋さんから学んだことを絶対活かせます。さあ、お願いしますよ。行くぞ。頑張れ。よし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 。行った。もう目は映るだけでない。同じコースですもんね。そうそうそう。行ける行ける行ける。しっかりと。大事です。はい。パーフェクト。おすごい。ね、これすぐ赤いの来るんで、はい。もう覚えました。いや、学習能力あるな。やっぱり、グリッドをしっかりスピードを抑えても曲がりきることが大事ってことを土屋さんの受けてもらいました。おはい。はい。赤いのすぐ来る。すごいすごい。はい。はい。すごい。はい。うまい。ここ遅くなっていいから曲がりきる。で、最後はもう、左に切って。はじめしゃちょー、頭いい。めっちゃ速くなりました。何秒何秒何秒いくつ、47秒999。はい、どうぞ出てきてください。やったそれはすごい。これやばいわ、やばい。土屋さんどうでした、あの土屋さんの横になって。いや、やっぱ怖かったし早かったんですけど、うん、土屋さんが上手いというか、うん、もう安心感あったんですよ、怖い中にも。ねえねえ、こんなこと言ってるくせに一言も喋んないんだよ。喋れなかった。俺絶対乗んなくてよかった。俺絶対乗りたくない。俺ただその土屋さんの運転見て学んだのが、ドリフトを割としっかり減速されてたというか、うん、そうそう、ちゃんと抑えてたん で、ね、で峠もカーブで遅くなるんでちょっと不安だったんですよ、それが、うん、それでも合ってるんだなと思って。ちょっとっていうかね、うん、はじめ社長が運動神経いいんだよね。そうだよね。本当ですか。だって1回目やって、うん、2回目の時はもう走り方、コースの入り方だとか、うん、あ、しっかり落とせばいいんだみたいな、うん、それをちゃんとゲームでやってるから能力高いよね。いやいやいや、今日土屋さんの運転で学んだこと本当多くて、いや素晴らしかった。よかった。結局何秒あの縮めたの。5秒近く縮めてますね。もう本当だね。ね、5秒近く縮んでるよね。すごいですね。いや、ドリフトちゃんと抑えるっていうのを学べましたよ、うん、運転で。学習能力あるね。ということで、検証の結果は実際に存在するレーシングゲームのコースをガチで走ったらゲームのタイムは 4.8 秒縮むでした。やりました。よかった。すごいな。すごいすごいですね。っていうかね、これ俺呼ばれてさ、タイム縮まなかったらカットされてるよ。土屋さんのメンツが。そう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 、そうです。よかった、ね、縮まって、はい、はい。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。